D を取りたい。取れた。ほんと最後だよ多分。ゴミクズって言われるんじゃない？最後ですかね。はい。すげえ天才だなこれ。撮影のプロだから一番撮りやすいところですよ。狙ってっから何でも一番でもよかったんですけど、まあ逆の方が多分撮りやすいかなと思って。ピッとか。せよ。俺今日スマホ買ってセブンコンパス初めて使ったんですよ。初めてでさ使ったらさ、ご登録ありがとうございます1番とかくれてもいいじゃん。ビリあるそんなこと。ありがとうございます。ビリでも79番。あーねー、まあいいじゃん。あ、やっぱりでもほらまだなんで、あれ狙いにしましょう。僕は多分それが一番リスクもないと思うんで。もう真面目に話してるから大丈夫。マイジャグもほとんどパンパンです。はい、というわけでこれはお返しして検したいと思います。おはようございます。おはようございます。おっさんずガチでございます。おっさんずって言っちゃうんで、ついね、おじさんずガチ。はい、はい、始まりました。昨日ボクシングすごかったっすね。いや、見てないですごめんなさい。即答ですね。左ボディが3発すごかったですよ。あの、井上、はい、井上、はいね、すごかったですねって返してくれるかなと思ったんですよ。で、好きなんですかボクシングって聞こうと思って、いや別に、で僕もいや別にっていうストーリーだったんですけど見てないっす即答。すいません、なんじゃ何見てたんですか。あ、データ見てましたもうね、頭の中がねバジスロー筋肉出てきてますねまあ僕もデータ見てましたね、はいはいはい、今のボクシングのネタも、はい、完全に朝のワイドショーでたまたまこの辺から入ってこの辺から入ってきただけの情報で、ございます。今回ね、はい、スーパースロットクラブ Z さん、はい、来ております。はい、初めて私も来ました。横浜にあるんですよね。まあね、僕関東に住んでますけど、関東の僕からしても、まあ、割と遠いところにあるっていうのと、うん、まあ、こういうね都会のど真ん中系あんま来ないんですよ。あ、やっぱこう行って、はい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 、こう広いところで、はい、っていうやっぱお店が多いので、はいはい、こういうところあんまり来ないんですけど、まあ、ただ朝から結構並びもあって、あの抽選も受けまして多かったですね。はい、で、あのモバイル抽選だったんですけど、はい、なんとびっくり、僕最後尾らしい。ガリさんもね、いろいろデータ見てましたっておっしゃって、はいはいはい、うん、どんな内容でしたっけね、今日はね。ですね、確定情報ながらですね、はい、今日は全体系が2機種あるんじゃないかと。あ、予想されてるというか、ね、予想されてる方がいっぱいいらっしゃって、はいはいはい、まあ、一応の時はそういう傾向があるとですね、いう傾向があります、はいはい、それは私もいろいろ見てきましたけども、とりあえずこのお店1階のフロアが全部ジャグラーで、はい、2階に、まあ、AT だったり他のノーマルだったりがあるんですけど、下のジャグラーがほぼパンパンですからね。ですね。で、今日あの15時開放で、あの新アイムの緑パネルとゴーゴージャグラーの増大があるので、はい、まあ、それでただでさえこうなんていうのかな、打てる範囲が狭まってる中で、私最後尾でしたので、とりあえず最初剣でいいかなと。はいはい。ガリさん何取ったんですか。私は入場抽選が、51番から26番に繰り上がって、うん、はい、全体剣狙いで、はい、第一候補の前3が取れたので。ああ、よかったです。はい。はい、どうしたらいいですかね。まあ、でもこれだけ客がついてるってことは、うん、ちょっと見えてくるのも早いでしょうから、はい、なので、まあ、その冷静に状況分析して。そうですね、はい、たまたまそのね、あのこの島よさげじゃねっていうところが開けばいいですけど、はい、開かなかった時はもう例えば本当もうそれこそ103パー系やっていくとか、それでしょうがないにしても、その時間を何時にするかっていうのが問題なんですよね。まあ、そうですね。そうなんですね。その一応番組なんで3時間も4時間も検するわけにはいかず、別にいいんですけど最後までチェンジ。まあ、でもいつもこう我々がよく一人でやってる番組で、はい、2人いるので、そうですね、まあこうね、お互い見えないところを補い合って、はい、うん、そうですね、やっていけたらなんとかなんじゃないかなと私は楽観視してますけど。わかりました。じゃあとりあえず私剣スタート、ガリさんはマイジャグラー3、はい、全体剣狙い、これからスタートしていきたいと思います、はい、頑張ります、はい、よろしくお願いします。まあ、あの今オープニング撮ってももともと台撮ってないんで剣なんですけど、
ガリさんはこの島ね、反応悪いじゃん、もうやめたいでしょガリさん、これ打ちたくないんじゃないかな。オープニング撮ってる間に257ノーボーナス、291ノーボーナス、230ノーボーナス、1の1、これガリさんやりたくないってなるんじゃないの。まあこの辺は本当に人気ないんで、まあみんなが行かない理由っていうのもあるでしょうから、やっぱり僕は剣でいいと思います。剣スタートします。まあのんびりやりますよ、何ゲーム打たなきゃいけないみたいなのもないしね。じゃあガリさんが忙しいから僕が島平均でもやりますよ。ここのボックスの平均取りますね。取れた。一応ガリさんにも伝えてくる。ついでにボックスの島計算してきました。はい、ビッグが265。あ、基地は、基地が何ですか。あ、マイホーのそこのボックス、マイホーのそこのボックスボックスだけの平均ですね。はい、レギュラーは262です。おー、いい。いや、意外と4ぐらいはあるかも。あの台数で、うん、あの台数で、そう、あの台数で。へえ。で、そっちが反対側もやめちゃってるんで、はいはい、結構決まり感はあるかもしれないですよね。へえ、うん、私ももうちょっとこう、こっちと相談しながら、はい、引き気味に考えます。そうですね、わかりました。287番の俺には座る権利もなかった。俺らが来なければ空いてたんだよ、きっと。あ、違う、この人だ。すぐタバコいっちゃうから。さっきね、ちょっと休憩してる間にコンパスのオンライン抽選の顔写真をこれ変えようきょうと思って、変えらんないのね、あれね。どうしたらいいの俺、あれさ、うんこしながらトイレで撮った写真なんですよ。マジで朝、やべえ、そろそろ撮んなきゃと思って、こうやってすごいのよ、パジャマだし、あれマジで変えらんないの、どうしよう。大会もできないんだけど、しかもどうしたらいいんですかね、あれ。これもしあのコンパスの会社の方がいたら特待で変えさせてくれ、頼むから、頼むよ、本当に。うんこしてんだよあれ。もういいよ。はい、というわけで、本命と捉えていたマイ3、7台設置のマイ3っていきます。マイ3はマイ4と違ってガクンしやすい機種なので、変更していれば1ゲーム回してなければガクンしやすい。しないな、ガクン1ゲーム回してんのかな。昨日下見できてないんだよな。2ゲームで引かれました。2ゲームでチェリー重複、チェリー重複のチェリーチョークのレギュラー、2ゲームでチェリーチョークのレギュラー。マイジャグラーシリーズは1、2、3、4すべて同じスペックで、まあ、出方が違うとか後発の方が辛いとかなんていう方もいらっしゃいますけども、だいぶスペックはすべて一緒です。まあざっくり設定推測要素を話していくと、主に3種類、単独レギュラーが設定16で660分の1から330分の1、続いて、通常時のブドウ確率が、設定16巻で 6.35 から6.07 と、これですね。で、続いて最後に非重複チェリー確率、へからないチェリーですね、これが、設定16巻で38から35、まあ、この辺を主に主軸として設定推測していくんですけれども、まあ、特に今日みたいな全体系狙いってなってくると、マイジャグラーの場合ですね、全ジャグラーシリーズの中で最も設定16巻の出玉差が大きい、まあ、言ってみれば出る出ないが最も設定差が大きいんですね。なので、出てる出てないだけでも、まあ、見抜きやすいジャグラーではあります。ちょっと前代マイストリー前代の集計をしてみよう。データサイトからも見れるんだけど、
タイムラグが結構でかいんですよね。リアルタイムなデータを取ろう。出ました。ここの5台合算だとね、ビッグ確率がね446分の1ですごく悪いです。ただレギュラー合算がね272、設定4と5の間ぐらい、悪くないですね。まあ実際まだ試行が4900ゲームだけなので、もうちょっとやるか。何せ私このおじさんずガチでは結果を出せてないので、なんとか結果を出さないとと思っていろいろ毎回調べてきたりはするんだけど、まあなかなか厳しいですね。乗り打ちってやっぱりこうやって投資が入っているときに、おお取った441ゲーム、投資が9000円、外投資1万円でチェリーチョーク441ゲームでチェリーチョークのビッグ、通常時に握りる中段に7ビタ押しして子役を、ね、ベルやピエロを取る打ち方っていうのがあるんだけども、右リール中段の7ビタ押しがビッグ中に練習できます。右リール中段に7ビタ押しして右リール中段7からブドウが揃えばビタ押しが成功してたっていう意味、成功してたっていう意味です。でこれ以外、例えば、まあ、わざとミスりますね、中段に揃うとかね、これは見押しミスってたっていうことです。これは成功してたっていう意味。ただですね、8分の1で 4コマ滑ってベル下段に来るときあるんですよね。これは別に見押し見せてたわけじゃなくて、8分の1のそういうフラグを引いたっていうことです。基本的には7中段からブドウを揃えば、これは8分の1ですね、見押しが成功してたってことですね。こうやって通常時のベルピエロ回収打法の練習をしたければ、ビッグ中にコインのロスもなく練習できるのでおすすめです。17ゲーム単独の化け引きましたね。続行してるようなら、これ続行っぽいな。うん、マイジャグはいけるのかな。だとしたら裏の相手のマイジャグもいけるのかな。いやでもいけるって言ってもそこまで強くないんだよな。通路が2台ほど空き台が出たんですね。まあもちろんデータは全然ダメなんですけど、ガリさんこれ続けます？だいぶ回復してきたので、うん、だいぶ回復してきたので、まあそうですよね、それならやってみてもいいかなぐらいの感じなんですけど、あ、ちょっとこれ終わったら見に行きます。ちょっと見てもらってから話し合いましょう。悪くないですね。悪くないですよね。でもね、ここがすごい悪いんですよ。もしかしたら岸寄せじゃなくて場所寄せってなのかもな。そうだから、こことそこか、いやとにかく中央のところ、ま、マイ3もね2階に2台だけあるんですよ。あ、見ました。で、あっちパッとしない、まだ動いてないんですよね。はい、なので場所を変わるかもしれないですね。そうだから、そこの2台をやってみるかやってみないかはガリさんが続けるか続けないかで決めようと思ったんですよ。私はもうちょっとやります。うん、じゃあ僕もやってみますか。はい、どっちでもいいっすよね。まあちょっとでも確率がいい方にしますけど。はい。はい、合算ならこっちへ、レギュラーならこっちなんですけど、どうでしょう。どっちでもいいな、もう本当にどっちでもいい。うん、あ、合算でいい方にします。5の1 1305の1にします。それでは私は、マジャグラ4の128番台、まあ、ここのボックスは全体的に良さそうということで、さっきもお伝えした通り2万2000ゲーム累計というか、まあ、合算で全部見た時はビッグ80、レギュラー81、260分の1ずつぐらいで当たってましたので、まあ、4平均ぐらいあるといいなといったところでしょうか。
はい、行ってみたいと思います。この台は1303ゲーム、ビッグ5、バケ1323からでございます。あ、引っかかった、いいや。3942000円単独押したんだけどな。レギュラーですね、単独レギュラー390323から打ったんで、71ゲームですね。まあなんか一応お客さんのレベルというか層を見てると中途半端に低くて周りに流されてとにかく当たってなくても回すっていう人がなんか多そうに見える感じなんで、そのおかげもあってデータがね短い早い時間で割と揃ってくれた感じはしますよね。23ゲーム、ボーナス合算の計算を全部ちゃんとしていたらこの台はやめないわけじゃないですか。やめないから僕は座ってるわけじゃないですか。だけど、まあ、それでもやっぱ馬券が当たんないからもうないわって言ってやめていってるっていうことなんで、まあもちろんこれあるかどうかわかんないけど、この状況だとやめちゃいけない台だったはずなんです。序盤はマイジャグ今日いっぱい入るかもって言って周りも頑張ってるしってブン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 回して、そこまでで、そこで一回状況を把握し続けるか続けるべきじゃないかを決めなきゃいけないのに、結局自分の台単体だけで見てやめていったっていう 2台3台が空いていたと。そんなこんだけ台数がありますと、もし仮にこれが全部4や5だったとしても、こんだけ台数があるとなると、1000分の1しか馬券が当たってないじゃないっていうのを普通に考えたら出てきて当たり前なんで、全6ならまだしもそんなにね全ての台が綺麗に1対1で進むかいっていう話ですよ。はい、客層がねすごい若いんですよ。ジャグラーの酸いも甘いも知っているガリさんぐらいの年代の方はほとんどいないですね。みんなね僕ぐらいなんですよ大学出たかなぐらい 笑いすぎだろ現在464ゲームでビッグ1レギュラー2、データ的には、まあ、中間ぐらいか、不動は6以上、イーチョークチェリーも6以上です。ただこの目の前の数字はあまり参考にはしてないですね。29ゲーム、チェリーチョーク、チェリーチョークのビッグ、ビッグ2、レギュラー2で合成122、6の近似値になったな。ボーナスが6、ブドウも6です。ヒーチョークチェリーも6。45ゲーム、単独、単独のビッグ、よし、いい。ちょっとこのビッグ処理終わったら手動で妻合算取ります。よし、私の台が、534で3の2。よし、はい、出ました。ここの5台合算だとね、今6299ゲーム回っていて、ビッグが22回、レギュラーが21回、ビッグは299分の1、ビッグが286分の1、レギュラーが299分の1、合成で見ると146分の1、設定4ぐらいになってきたな。5台合算で今4ぐらいあります。お腹も空いてきたのでご飯食べながら状況の変化を見るっていう手もありますよね。お腹空かないですですよねちょっとわさびさんに相談しようか。お腹空かないです。ん？お腹空かないですか？あ、行きます、いいっすよ、行こうかなと。あ、わかりました。まだ何も仕事してねえよ俺はい、前半の締めということで、はい、
前半僕はかなり堅してまして、はいはい、だいたい朝抽選が悪かったことと、まあ、朝の稼働がすごく良かったこと、まあ、台数少なめなんでね、はい、剣に回ってたんですけど、まあ、その結果、僕の今現在はもう座ってますけど、あのボックスのところの毎方の合算が260-260ぐらいだったんで、平均4はあるかなっていうことで、空き台になってた2台のうち1台を選びまして打つことになりました。でもその間にガリさんのマイスリーの方もね、だいぶ回復しました。うん、なるほど。まあ、一応あのまだ300ゲームぐらいしか打ってないですけど、丹波系1回と単独ビッグ1回、うん、2000円で当たったんで、まあ、まだやれるなっていう感じではあるんですけど、はい、まあでももうほぼほぼこの後後半打たなくても答え見えてるのかなっていうような気もしてきますけど、ね、最後確認みたいな感じの後半戦になるのかなっていう、はい、確認作業で、うん、気がしますので、また引き続き後半戦も楽しみにしていただければと思います。はい、待ってきます。やるねオーバーキルだよ。人気テレビ番組が YouTube で見れる。充実のラインナップで配信。毎週火曜水曜配信、ウィチとヒカルの面白いテレビ。毎週木曜配信、魚拓と成瀬の月とすっぽんぽん。エロいやつ待ってる。第1、第2金曜配信、サイトセブンカップ最新大会。ガーンとミスタローを追ってますよ。終わったよね。第3金曜配信、ガリゾート遊びの川崎未公開シーン。なんか言っちゃった。言っちゃったよ。メンバーシップに登録して限定動画を楽しもう。リクエストもどしどしお寄せください。サイトセブン TV。